さすが音楽家の息子さんは違うわね。素晴らしい技術だ、天才だよ。お父様譲りかしら。まさしく遺伝だね。レン、音楽は自分が楽しみ他人も楽しませるものなの。いいかい、技術ばかりではいけないんだよ。彼らの音楽はどこまでも甘く優しく。眠ってしまったのか。そう、彼らの音楽はどこまでも心惹かれる。おかえりなさい、月森くん。さっきのバイオリン、君と日野さんだよね。なかなかいいものを聞かせてもらったんだけど、なんだか君らしくない音だったね。